こんにちは、空手選手の植草由美です。今日はなんでトレーニングをしてるのかっていうことについて話していきたいと思います。トレーニングを始めようと思ったきっかけが、帝京大学の学生時代に朝練習の、長距離走だったりとか、練習中にやる腕立てがついていけなくて、いつもみんなに迷惑をかけてしまっていて、空手だけ強ければいいのかなっていうのをすごく疑問に思ってて、そこでその、今のトレーニングを見てもらっている方と出会って、私はもっと強くなりたい、世界一になりたいんだっていう話をしてトレーニングを始めました。私自身本当は器用な選手じゃなくて、本当に不器用で、空手も言われたことをすぐできなかったりとか、技術の習得にすごく時間がかかってしまう、今もなんですけど、そういうコンプレックスがすごくあって、みんなみたいに言われたことがすぐできないとか、私って本当に中段しかできなくて強いのかなっていうのが、元はネガティブな選手なので不安になってしまう要素があって、やっぱ空手って自分の中ですごく強くなったって思っても、対人競技だからこそ不意な動きをした時に、やっぱりやり込んできた技が出せなかったら、自分がいくら調子が良くても負けてしまったら調子が悪かったになってしまうのが対人競技で、そこに一喜一憂してしまう自分もいたし、勝っても調子が悪い時もあるし、だけどトレーニングっていうのはやっぱり目標の数値があって、例えば60キロのスクワットができた、それじゃあ1ヶ月には70キロができるようになろう、半年後には100キロできるようにしようっていう明確な目標が目の前にあって、それをクリアしていくってことが私の中でしっくりきて、じゃあ次はこれ、次はこれっていう、できないことをできるようにする、頑張ろう、次はこれだ、次はこれだっていう目に見える目標が、達成感が気持ちよくてハマっていきました。でもやっぱりトレーニングばっかりしてる人っていう風に思われてるし、やっぱ試合でうまくいかなくて負けてしまったりした時に、空手を練習しないでトレーニングばっかりしてたからだっていう風に言われてしまうことが多かったんですけど、私の中で空手の日でもきちんと午前にトレーニングをして、午後に空手っていう風に、筋トレだけの日なんて絶対は作ってなくて、空手で中段をつくための後ろ足のバネをどういう風に体使ってつけるのかとか、そういう風に今のトレーニングを使えていけたらいいなっていう風に思ってて、空手独自の動きで自分の固定概念で動いてしまっている自分もいたので、そこをトレーニングすることによって変えれたりとか、やっぱり自分のネガティブな部分、長距離が遅かったりとか、腕立てができない、でそれをじゃあどう改善していこう、ただそこに私はこれだけやったから強くなれたんだ、だからこの大会に向かって頑張ってきたんだっていう思いを乗せて試合に臨めるっていう、自分への自信の背中押しみたいな感じでトレーニングはしてます。私は高校で指導もしてるんですけど、初心者の子も多くて、やっぱり空手では空手の経験者には勝てない時があるんですけど、仲間同士でもフィジカル面だったら、じゃあ俺スクワット60キロ上がるわって言って、その経験者で組手で勝てない子にフィジカルの部分で勝てたら、その子にとっては一個また自信になって、で結果レギュラーにつながっていくっていう風なのも私は見ているので、トレーニングが全てダメとは思わないし、人それぞれどんな風に自信を持っていくかっていうのが大事だと思うので、私はトレーニングして全日本1位にもなったし、世界一にもなった、ワールドゲームズの2連覇も取れた、年間チャンピオン3回も取れたっていう風に、今の子供たちに比べたら空手の技術っていうのは多分足りないし、足りないというかできない技が多い、蹴り技だったりとか突き技もできるけど、それを自信持って取れるのかって言ったら少ないし、だけどそこに根拠のある自信、私はこれだけ筋トレ頑張ってきたから負けないわ、でそこに漠然とした根拠のない、なんか私って強いんだよねみたいな自信がつながるからこそ、最後の最後の大事なところで自信につながるんではないかなと思ってトレーニングをやってます。筋トレしたから月が遅くなるとか体が重くなるっていうのはないです。私はトレーニングをして月も速くなった、動きも素早くなったっていうふうに思ってます。もともとのそっとした空手なんですけど、だけどやっぱり一個一個の技の強さだったりとかキレっていうのは変わったなっていうふうに思っています。私ほどあんな重い重量をやるっていうのは子供たちには絶対ベストではないと思うんで、いろんなトレーニング方法があるから、そういったトレーニング方法を試してみて、自分の
何か自習につなげていってみてください。また聞いてくれてありがとうございました。またいろんな動画上げていきたいと思うので、いろんな私や本当の一面を知ってもらえたらいいなって思います。チャンネル登録よろしくお願いします。